い、皆さんこんにちは、ワネルルイジです。では今回は提督の決断法パープギーと棒の岬沖海戦ヤマトドッコーリベンジ、続きをやっていきたいと思います。まあ、前回小笠原沖海戦ですね、満を持して、艦載機満載した超空母加賀を投入したんですが、まあ、敵を、ね、殲滅しきれずということで、戦力を改めて強化して、小笠原沖に挑んでいきたいと思っています。で今回投入する艦隊なんですが、まず第一艦隊から超加賀、ここは航空機を150機満載にしました。で一方超空母洋上基地型に改装した天城も150機、ほぼ150機という数ですね、揃えています。であとちょっと数はね少ないんですが、18機補充して原さんの巡洋も投入していきましょう。さらに高速艦防空艦従順で固めた第一艦隊で、第四艦隊は全艦高速艦です。そして第16艦隊は特攻型の潜水艦、これらを投入していきたいと思います。小笠原沖は相変わらず敵の艦隊6個艦隊がひしめいているというね、圧倒的戦力差があるんですが、アウトレンジ攻撃にいい活路をね目指していきたいというふうに思っています。敵の方はご覧の陣容です。第1、第2、第3、第4艦隊に加え第9、第14が増援でやってきているというこの小笠原沖です。おそらく全艦隊投入されてくると思うので、第1艦隊から中身見ておくとですね、第1艦隊が戦艦インディアナにフレッチャー中将が座礁、正規空母ホーネットにベニントン、さらに護衛空母が2隻という艦隊。一方第2艦隊ですが、正規空母2隻ですね、ニミッツが座礁しているワスプ、さらにエンタープライズで護衛空母が1隻です。第3艦隊はこちらもね、戦艦が2隻、さらに SX 級の空母が2隻にバターンが1隻と。バターンはねずっといるね、護衛空母バターン撃沈しましょう今回は。で第4艦隊がこれが戦艦の部隊ですね。そして第9艦隊が戦艦1隻に従順が何隻か、加えて軽巡駆逐艦という第9艦隊。そして第14艦隊がこれね、正規空母が3隻、さらに護衛空母が1隻という艦隊になっています。でちょっと詳細情報でレイテ見ておくとですね、まあ、このレイテがレンジャー型の正規空母になっているので、このレンジャー型の正規空母が3隻入っているというのが見て取れます。であとですね、もうお金だけどんどん溜まっていくんですね。なので今回は新型の洋上基地型空母を作っていこうと思っています。あと戦艦もね、新しくキー型が作れるようになっているので、これをベースに新しい空母を作っていきたいと思います。では早速新型の洋上基地型空母、これを設計していく。まず速度は同じく遅くていいので一番下げてしまって、代わりに艦載機数は150のマックスで、あとはご覧のようにひたすら対空能力を高め、甲板の装甲も分厚くしましょう。今までの洋上基地型空母とは、まあ、この辺でねちょっと違いがありますかね。まあ、なんといっても対空防御能力がね格段に上がってますからね。あとは甲板の装甲も上げていく。こんなとこですかね。名付けて洋上要塞型空母。こんだけやって負けるとやり直しになっちゃうからな。ちょっとそこだけ残念だな。洋上要塞型空母ですね。12文字なんて入らないな。洋上要塞型にしましょう。はい。さらに、南品で沈んだヤマトを復活させる超ヤマト型。これは本当に、期待しましょうね。超ヤマト型。超ヤマト型。で、もちろんね、主砲は、51センチ砲を、3連装を、3機。
3期か、すごい数になるな。さらに2連装2期。後部も2連装2期。こんな感じでどうでしょう。だいぶいかつい感じになりましたね。で、さらに航空機数はどうでもいいので、41ノット高速旋回。これはちょっと無理があるかな。対空防御はマックスまで上げたいので、マックスまで上げます。対空攻撃力3000超え。半端ないな。副砲はまあこんなもんでいいかな。どっちかっていうと、速度を上げたい。ギリギリまで。40ノットは出したい。40ノットは出したいぞ。となると、下げるのは、対空防御を下げざるを得ないかな。40ノットの高速艦というのを売りにしましょう。まあ、それでもね、対空攻撃力 A あれば十分かな。はい。これでいきましょう。航行速度40ノットという高速性が出る。超ヤマト。これ、超ヤマトを4隻ぐらい作れば相当な火力が出ますね。10週間かかって開発費用が6000。いやー、高いな。建造資金も1万超えですからね。あと作っておきたいもの何かあるかな？とりあえずはいいですかね。まあ、超ヤマト型。あとは、重武装の重巡。重武装の軽巡。このあたりができればいいかな。せっかくなので、じゃあ重武装重巡を作っていきましょう。利根型、甲斐最上型をベースに。超重武装。重武装重巡。ヤマトに随伴することを前提に40ノットは欲しいかな。航空機数の数はちょっと下げましょう。7。で、重武装を謳っている以上は、主砲を強化する。2連装1機。全部も2連装1機。こんな感じかな。で、あとは対空防御を上げましょう。で、魚雷は3連装を4機。と言わず、いや、これが限界かな。3連装を7機。いや、3連装7機って半端ない攻撃力になるな。これはこれで楽しみだな。これで行きましょう。重武装重巡。で、まだお金あるので、続いて重武装軽巡。まあ、軽巡はね、敵の、潜水艦を、倒すための爆雷もちゃんと装備させます。3連装を、これも5機ほど用意して、航空機数の数を減らして、その分速度を40ノット出します。で、あとは機銃。機銃を70門、いや、60門ぐらいまで下げなきゃダメかな。重武装軽巡。まあ、これもね、魚雷で敵をジャイアントキリングできる火力を持ちつつ、高速性を生かして、超ヤマトにね、随伴しましょう。軽巡なのに重武装っていう、この感じがいいよね。重武装軽巡。さあ、これでいいでしょう。これを打撃艦隊の主力として今後運用していきましょう。はい。じゃあ、ここで、小笠原沖で、万万が一散るということも想定して、セーブをしておきます。この後、小笠原沖に艦隊を送っていきます。先に日本近海の防衛戦ですね。これは、さっとやっていっちゃいます。駆逐艦一隻失いましたが、守りきってますね。小笠原沖から敵艦隊進行してると思うので、この場合どうなんでしょうね。もしかしたら、
小笠原沖にいた三個艦隊のうち、三個艦隊が、六個艦隊のうち三個が出たので、もしかしたら小笠原沖三個艦隊だけかもしれないですね。これはなんかちょっとそのパターンだと期待できるな。第一、第三、第四が出てるね。小笠原沖に撤退しちゃった後に突入するのか、小笠原沖から三個艦隊が出払ってる状態で突入できるのかで、なんかちょっとだいぶ違いそうな気がしますが、まあ、いずれにしても日没後に出撃していきます。よし、雨が降っている。これもプラスだな。まずは潜水艦隊を委任しちゃいましょう。で、高速従順艦隊も一旦置いておきます。で、普通の従順艦隊も前に出して、残りの第一艦隊は、防空艦と空母になるので、防空艦と空母は現状配備で、攻撃隊を早速送っていきます。 OK だ。これでいきましょう。まずは雨闇待ちですね。まあ、護衛機だけで飛んでっちゃうパターン？そうか。全天候型になってるのは、天城に乗せた超長距離護衛機だけなんだな。これ敵は直縁が出る。直縁は出ない。となれば、雨が降ってる今のうちに、従順艦隊で敵の基地区を攻撃して回りましょうか。お、雨が止んだな。雨が変なタイミングで止んじゃったな。そうすると従順が危ないな。一旦進路を変えましょう。敵の、これは空母なのか艦隊なのか、それによってだいぶ様相が変わってくるな。あ、空母がいる。敵の護衛機、爆撃機が飛んでるということは空母がいる。これは仕留めに行くぞ。さて、敵の空母、駆逐艦、戦艦もいますね。これをちょっと打撃していきましょう。よし、戦闘が開始ですね。第2艦隊を主に操作していきます。とにかく高速従順のね、高速性を十分に生かして敵の空母を仕留める。逃がさない。高速性を生かして敵の空母を取り逃がさないということですね。ちょっと一旦時間を止めて味方の艦載機の攻撃状況を確認します。味方の艦載機は今敵基地攻撃に入ってますね。航空攻撃第2波を出しましょう。これで仕留める。
で、第一艦隊は少し南下をしておきます。この先の航空戦に備えて気持ち南下。敵の空母の甲板さえ大破させれば鉄板鉄くず化することができるので、まずはそこですね。ここまで敵の空母を順調に仕留めてきてる。ただ新型の空母がいないな。敵の基地も破壊しましたね、これで。あとは囲い込む。第一艦隊がちょっと心配な位置にいるので少し下げていきましょう。これはどの艦隊にやられてる？なんか結構巡洋艦がダメージ受けてるで。敵の空母がまだいるな、どっかに。敵の空母の、敵の攻撃機の逃げる位置に敵の空母がいる。追いましょう。潜水艦がちょっと活躍できてないな。いた。敵の空母発見した。救援にやってきた敵の空母だな。この敵の空母も高速性を生かして仕留める。逃がさん。よし、第一艦隊も一旦委任モードに入っちゃいましょう。雨が降っているので、この間に我々は敵の艦隊を追う。逃がさない。いや、高速艦隊脆いけど敵を仕留める力はあるね。味方の損害も大きいですね。が、敵の損害も相当なもんだ。護兵器だけ虚しく飛んでいくこの様は何なんだろうね。まあ、一応護衛機にもね、
ロケット弾は搭載しているので攻撃はできるといえばできる。よし、やっぱり敵が日本海にやってきてくれたのが大きかったね。参考艦隊これで、小笠原沖を取れましたね。さらに第1、第3、第4艦隊も撤退先がなくなったんで多分壊滅できたんじゃないかな。味方の損害確認します。まず高速従順が残念ながら、計5隻、さらに高速系順が計3隻撃沈されてます。さらに潜水艦が計6隻、これも撃沈されてますが、空母艦隊は無傷です。さらに、どうなんだろうね。今回空母艦載機は敵基地攻撃だけで済んだので、損害がむちゃくちゃ少ないですね。爆撃機に関しては、失ったものは、どうだろう。これ8隻、8機だけ。雷撃機に関してはゼロ。偵察機はちょっと失ってますが、これは相当でかいな。戦力を温存できた。一気に反攻作戦が進みそうですね、これは。高速従順失った分のうち2隻を補充。できました。小笠原沖の攻略完了で金が6000。今回は空母戦っていうよりも本当に高速艦隊が大活躍してくれたな。ちょっとリプレイで残しときたいぐらいだったな。さて次どこ攻略するかだな。本当だったらまずはジャワ沖を取りたいところなんですけどね。どこ取るか。一応、ジャワ沖の攻略をすることを、前提にというか、していくんですが、ゲーム上の作戦としては、ジャワ沖が選択できないので、セレベスに設定しておきましょう。今後の戦略で言えば、ジャワを取って、セレベス取って、パラオを取って、パラオを、絶対防衛ラインとして押し上げる、形ですかね。そうすることによって、小笠原とパラオで絶対防衛ラインを構築できるということになるので、ジャワ、セレベス、パラオと取って絶対防衛ラインを死守するというところになるかな。先にパラオを取ってってすると、結局レイテが手薄になるので、そういうわけにいかないですもんね。となるとやっぱジャワかな。お、今回はアルミも6000手に入ってるし、鉄も9000手に入ってるし、いよいよ反攻作戦がね、軌道に乗りそうな、そんな嬉しい戦果だったと思います。では、艦隊を一度日本のドックに戻して、修復した後、今お話した作戦を行っていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。